くよ、どんどん塗っちゃうから。ハロー皆さん、こんばんは、プチプチです。今回ですね、かくれんぼをやってくんですけど、まあ、今回のかくれんぼはいつもみたいに大勢でやるわけでもなく、まあ、一人でやるわけでもありません。一人でかくれんぼ やったやついたらちょっと痛いよね。はい、どうも皆さん、こんにちは、ベルサスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ベルサスさんはですね、一番最初のかくれんぼかな、多分ですよね。いや、2回目かな、確か2回目です。2回目のかくれんぼに1回出ているんですけど、まあ、今回ね、そのかくれんぼでもうタイマンやるっきゃねえなということで。ですよ。まあね、最近タイマン動画がいろんな人出してて、まあ流行っていう形に僕も乗らせていただいてるんですけど、それをね、かくれんぼでやっていこうと思います。では1回よろしく。さあ、かくれんぼやっていきましょう。まあ今回最初が僕鬼やるんですけど、まあスカイプがありで今回ね、かくれんぼやるので、まあ本当にね、やばいとか、あー見つかっちゃうとか、あー今政府横通り過ぎたとか言っちゃうとね、見つかっちゃうんでね、やめてくださいよ、リサスさん。そういうの頑張ります。慌てるとおねえになるくせもね、頑張って直します。え、おねえになるんですか？なんかすごいスプラトゥーンやり始めてすごい慌てるとか、敵が何人もいたりするとすぐおねえになっちゃうんですよ。じゃあ、はい、どうぞ、おねえどうぞ。いや、今まだ慌ててないんで、まだ大丈夫。慌てたらいいんでね、OK。 慌てたらです。よし、じゃあ残り時間、はい、3分になったらスタートするので、あと1分20秒ですよ。最近僕がハマっていることについてちょっと話してもいいですか？いいですよ。最近あれなんですよ、よく駅を使うんですよ。はいはいはい。で、自動販売機結構あるじゃないですか。スイカの自動販売機あります、あります。僕スイカをピッてやるとき快感なんですよ。ピッて音が、まあ分からなくもない。あ、分からなくもないんですか？ピよりも、うん、イオンとかの和音って分かりますかね？分かります、分かります。最近 CM が流れてる。そうです、青音っていうのがなんかちょっとバカっぽくて好きなんですよ。青音ですか？青音ね。せーの、せーで、青音。青音ということでスタートしますよ。残り5秒4321、青音。もうそれも？じゃあなんかヒントとかないですか？ヒントヒントですか？じゃあ残り時間、じゃあ残り1分とかになったらヒントくださいよ。ありました、残り2分と1分の時にヒント出します。あ、了解です。いや待って、その間に見つけられたらちょっと困るな。ちょ待って、本当にこれ結構きついかも。1人だから、前回とかだと2人とかだったから、2人とか3人とかだったから、4人もあったか。でもプチプチさんの方が有利なんですよ、実はこれ。なんで？塗る時間が俺2分しかないんですけど、プチプチさん3分あるんで。そっか、実質プチプチさんの方が有利なんですよ。しかも1人分しか塗れないからね。そうですよ。あ、意外とこれいけるかもしんない。でもいない。いないそっか。いないです。あ、2分切りましたよ。プチプチさん側か俺側かで言うと俺側です。じゃあこっちか。なるほど、大体分かってきたぞ。これはもう絶対見つけなきゃいけない。じいちゃんの名にかけて。沈黙が結構あったと思ったら、なんかここに現れたんだけど、なんか多分それ気のせいですね。あ、ここ気のせいですか？あ、分かりました。気のせいですね。でちょっと違うとこに行ってみよう。どこだ？全然いねえな。全然いないですね。全然いねえな、全然。全然いない。全然いない。でもなんかヤクザがいるな、でもなんか。ヤクザがいるな、ここに。ヤクザ見っけ。ということでね、これちょっとあれかな、ヒント言っちゃうと結構きついかもね。もう最後の30秒ぐらいの方がいいかもしれないですね、これだったら。じゃあ僕、じゃあ次の時、最後の30秒に大ヒント出しますね。了解です。よし。じゃあ次行きましょう。さあ、やっていきましょう。今度は僕が隠れる番なので、隠れまくっちゃいたいと思います。了解です。よし。いけます。まあね、僕、隠れプロとか言われてたので、一時期。あ、なるほど。隠れプロ。隠れプロ。友達とお泊まり会した時とかに急にいなくなるやつ。そう、それが俺です。隠
くりと。それってただ単に影が薄いだけとかじゃないですよね。まあ、若干なんかこう、飲み物を持ってきてあげるよって言われて、僕の分だけなかったりする時もありました。まあ、そういうの気にしない。それ全然気にしないから大丈夫です。なるほど。よし、俺隠れる場所決めましたよ、もう。早くないですか？まだ1分半ぐらいありますよ。意外とでもね、こうやって塗ってないところに隠れるのが、いいかもしれない。確かに前参加した時もあれしたもんね。そうなんですよ、ね、4人全員同じ場所に固まってたのに。あと10秒。さあ僕隠れましたよ。おうわー、これ結構で、ね、見つからないかもしれないわ。マジですか？よし、多分ミッキーぐらいのレベルじゃないとこれ見つかんないかな。やばいですね。この間ディズニー行った時に一個も見つけられなかったですもんね。ほんとね、この間ディズニー行ったんですよ、ウィルサスさんと。そうなんですよ。そしたらね、まあ、隠れミッキーね、どうせ多分そのうち見つかるだろうと思ってたら一個も見つかんないっていうね。一個も見つかんなかったですからね。代わりに見つかったのは何だ。代わりに見つかったのはあれっす、達治さんっすよね。あ、そうです。そう、タツくんがなんだかんだ言って、なんか隠れミッキー感があったっていうか。じゃあ、ウィルサスさんに大ヒント。はい。残り2分なので、2分なんだけど言います。はい。大ヒント。超絶五行の大ヒント。はい。はい。もう見つかりました。何？ウィルサスさん塗って、俺、落ちました。ですよね、なんか上にバツマークついて、んって一瞬思ったんですけど。だからここの金網のところにいましたよね、多分。あ、そうです。金網の近くというか。金網の近くにいて、で、塗られて、あっと思って。はい、終了です。さあ、さっき最後ジェットパック使ったってことは、多分普通にどこかにポンっているはずだ。俺はそんな気がする。音的にここら辺だって気がするんだよな。やべえ、やべえ、音でもうバレてる、ほぼほぼ。で、多分真ん中の方かもしれない。絶対そうだと思うんですよ。まあ確かに真ん中なんか、俺全体マップ見ると全然塗ってないな、やばい。怖っ。ってことは今近くにいたってことかな。あってやばくないですか今のは。いない、やっぱり真ん中に。じゃあ端っこかな。たまになんか端っこすごい好きな人とかいますもんね。いますね。なんか鬼でも端から攻める人とかたくさんいますからね。よくなんかこう友達に呼ばれたパーティーとかでずっと端っこにいて、おいこっち来れよって言われても、いい、いや俺端っこがいいんだよ、端っこじゃないとダメなんだよ、おい、いや引っ張るな、引っ張るんじゃないとか言って、なんか急にガチギレする端っこ好きとかいますよね。いません、いません、いません。いませんよそんな人。じゃあヒントいきます。ヒント、塗ってあるところが全てではない。なるー、それ逆に分かりづらいかもこれ。え、結構分かりづらいぞこれ。じゃああともう40秒なんで言います。プチプチさん側です。なる、俺全然違うとこ行ってたじゃん。でも俺今自陣、俺の方行ってますよね。あ、そうっす。え、いなくねマジで。え、どこ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 、やばいやばいやばい、マジわかんねえ。塗ってないところ。じゃあ最大ヒント、さっきプチプチさん飛びませんでしたか。飛びましたよ。スカートの中見えましたよ。ちょっと待って待って待って、俺そっちが行けねえわ。え、だってどこだ。え、行けるとこかな。行けるとこです、全然行けるとこです。待って、やばいよ、全然わかんねえ。オーマイガー。さあ今回は僕が隠れていきます。はい。さあ、おっと、ご飯が炊けちゃう。ご飯が炊けた。よし、これはあれだな、あえてここにしよっかな。あ、ここもいいかもしんない。
あ、なんかクラゲのぬいぐるみゲーセンに出るみたいな話聞いたんですけどね。マジっすか。でもなんか10月とかそんぐらいじゃなかったっけな。スタート。何よし、会話ちょっと待って、なんだこれは。何すか、何がありました。何もない。何もない。いやー、じゃあヒント言いますね。早い。空が綺麗。空が綺麗、なるほど、大ヒントだ。大ヒントですよ。つまり外にいる。素晴らしい。いやー、結構遠いな。斬新だな、この考え方は。めっちゃ遠くにいるわ。なんか音しか聞こえない。あ、近づいてきた、近づいてきた、近づいてきたよ。いや、もうその発言もちょっと怪しいんですよね。真逆のこと言ってる可能性もあるんで。わかんないですよ、本当のこと言ってるかもしれませんよ。問題がですね、はい、俺がそこに行けるかどうかなんですよ。どういうことっすか。そこに俺が行けるかどうかなんですよ。あ、もうバレてます、もう。1回目。ああ、バレ、行けますよ、ここ。多分プチプチさん側の方じゃないといけないのかな。多分ね、こうやれば。行けますよ、行けますよ。あ、当たった、当たった。当たっちゃった。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。かくれんぼはですね、また後日実況者の皆さんとやろうと思ってるので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。な、今回やったウィルサスさんなんですけど、下の方に概要欄の方に URL が貼ってあるので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。いかよろしく。